戻りました。ということでもう一回スクショタイムだけして食べたいと思います。はい、あ、もうショールーム中ですけど、はい、何でしょう。はい、何ですか。待って、ミュウさん乗せたいものあったんだ。ちょっともう一回オイホイップして乗せよう。写真撮るのにカメラいるって聞こえた。あ、これもうちょっと一瞬欲しい。ちょっと仕上げする。はい、ありがとう。では仕上げいきます。3、2、1。やばくない？もうこれ完全中佐がオリジナルでもいいレベルよ。いやごめんなさい、エゴさん、ごめんなさい、エゴさんリスペクトです。はい、ちょっと私開けられない、まだ撮ってない、見て、いい？写真だけ撮るね、ごめんね。ね、ここで撮ったらさ反射しちゃうかな。しないか、しないか、あ、してないか。いや、わかんないわかんない、怖い。やばい、近いな、お母さんの携帯。ちょっと待ってくださいね。これをね、片手で持って結構至難の技なんですよ。やばい、めっちゃ白いんだけど、なにこれ。ちょっと待って。めっちゃ白くなる。オッケー、やばい崩れちゃう。ありがとう。え、めっちゃ力作なんだけど、ちょっと待って、ちょっとみんなマジめっちゃ写真撮ってください。これすごいから、いただきます。今何時なんだろう。1時間あれば食べれるか。じゃあもうこのカロリー爆弾ハニートーストを食べたいと思います。ではいただきます。まずはシャチモナカから食べます。ホイップシャチもなんか美味しいですね。いただきます。今日は顔から。もう、まい、うん、めっちゃ美味しい。でもどうやって食べていいか分かんない。まあ、いちごドリンクも作ろうかなって思ったんですけど、いちごドリンクまで飲んだらさすがにもうやばいと思ってたんで、お茶です。いただきます。ちょっとあんま映ってないんだけど、どう頑張っても映らないのよ。私が映んなくなっちゃう。ちょ、こんだけ今映ってもいいんですけど。いただきます。
でも どっから食べればいいか分かんない。もう全然分かんない。うん、無理無理。上からさ、一旦上から一旦さ開拓するべきじゃない。これは絶対そうだよね。いただきます。やばい、めっちゃ美味しい。ちょっと食べれるくらいに上を崩していくね。やばい、もう言葉にはならないくらい甘いです。やばい。じゃあドーナツいただきます。もう、だって私今日5キロ走ったんだからこれくらい食べても問題ないよね。うん、問題ない。じゃあパンが見えてきたので一緒に食べていきたいと思います。ちょ、ナイフの切れが悪いですね。もうさ、聞いてほしい。私がここでね、この配信用に使ってたテーブルを今取られたんですよ。だから私テーブルなくて、今テーブル欲しい。超揺れるんですけどこのテーブル。これさ、パンにさあれかけるべきだったよね、蜂蜜絶対。うん、で今のところ何も乗せないとただの食パンだからね。ただの食パンをどうこう味付けていくかですから。いただきます。食べれるかな。やばい、いろんな味がする。これやばいわ。うん、どっから食べていいかもう分かんないもん。もうパンがまた見えなくなっちゃったし、手が3本くらい欲しい。あー待って、落ちてきちゃった。ブルーベリーがどこ行った。最悪だよね。綺麗な床に落ちました。でもなんかブルーベリーとかその酸味系があるから、なんかそんなに思ってるより多分皆さんが思ってるくどくないです。ただ個人的に結構強敵だなって感じてるのはマシュマロ。マシュマロやばい、めっちゃ甘い。朝ごはんでも私食パン2枚なんて食べないですから。うん、すごい、なんだろう、素敵な罪悪感ですね。どうやって食べていいかもう分かんないもん。いただきます。あんしてあげたいけど落ちそう。危ないか。またあの崩していくっていう作業から入っていきたいと思います。今度はこの左側ゾーン
崩していきます。やばい、もうもうここでやることじゃないなっていうのは感じてる。広い家に引っ越したいですね。まあそんな狭くないんですけど、うちも私が狭くしてます。マシュマロ以外は余裕でしょ。マシュマロ以外は結構ガチ余裕よ。アイスクリームがいいです。鼻にクリームつけたらさ、綺麗じゃないよ今。ファンデーション塗ってるから。アイドルだからつけたいんですけどね。今度はチョコドーナッツです。じゃーん、いただきます。まあ、なんかさ、今日までエスカワイっていうね雑誌のイベントを、まあ、SK メンバーやってたんですけど、もう今日最終日だったから本当にさすごかったわけですよ。でそのメンバーとかのルームに、まあ、見に行ってたわけですよ。頑張ってほしいなって思いながら全員見てたんですけど、その時の、まあ、イベント最終日ですから、ここにねすごい、まあ、タワーとかだったりが立ってたんですけど、なんかもう心なしかこれがタワーに見えるよね。まあタワーみたいなもんですから。はい。とても美味しいです。まあ、配信イベントって本当にあの皆さんもメンバーもすごい大変だったと思うので、6人にお疲れ様って声をかけてあげてください。うん、厳しくなってないです。やっとトーストというか、ま、食パンが見えてきたので食パンタイムです。もうね、ま、この机の上震度ね5くらいあるよ。めっちゃ揺れてるもん。この揺れがこのタワーを崩す原因になりそうで怖い。もうね、心なしかちょっと傾いてるっしょ、絶対。ね、傾いてるっしょ。そうで、まだ全然序盤ですから。ね、ちょっと乗せすぎた。うん、欲張りすぎたな。これ食べれないわ、一口で。ちょっと欲張りすぎたかな。うん、めっちゃ美味しい。なんかいいバランスだから意外といける気がするんですけどね。
みんな何にそんな怯えてるの？そしてまた同じ過ちを繰り返そうとしている女がここに一人欲張りすぎ。中坂さんはアイスクリーム大好きなんですけど、結構アイスクリームが結構天敵みたいなところがあって、まあ、なんでかっていうと、まあね、知ってる方もいると思うんですけど、中坂さん視覚過敏なんですよ。あ、いいんじゃない？いや無理だよね。今日のルームにハニトー食べた人どんくらいいるんですか？この前のフフフフ全然飽きてない。でも食べるのが結構一苦労。このあやばい崩れちゃう。ちょっと方向転換しますわ。こうこっちサイド攻めていかないと崩れちゃうので、攻めていきたいと思います。こっちサイド、あ、でも食べたことある方いますよね、結構。やっぱ上手に食べていくこともハニトーの極意ですよね。うん、なんか半分食べたってよりあんま見せるの良くないんですけど、断面アイスが結構真ん中にあるから、これが結構崩れる原因になってるんですよ。うんうん、マシュマロやばいわ。なんかね、マシュマロ歯ごたえすごい。じゃあここでこの前あったほのぼのエピソードを話していきたいと思います。のほのぼのエピソードなんですけど、これは中坂さんがお仕事帰りに一人カウンター寿司をしていた日の出来事なんですけど、待って、やばい、ドーナツめっちゃでかかった。あの一人カウンター寿司してたんですよ、蔵で。ね、まあ、私一人寿司行くと結構歯止め効かないタイプで爆食しちゃうんですけど、で爆食、いつも通り爆食してて6皿くらい頼んだのかな。で6皿をペロリと平らげて、まだお寿司を頼むかもうデザートに行って今日は閉めるかですごい悩んでたら、隣に座っていたおばあちゃんがめっちゃ話しかけてくれて、なんか何の話から始まったんだろうね。あ、お寿司って美味しいよねっていう
話から始まってなんか前のおばあちゃんに急に、うん、お寿司って美味しいよねって話しかけられて、え、あ、はい、美味しいですよねみたいな、え、どうしようと思って、まあ、とりあえずお話しようと思って、美味しいですよねみたいな、で、なんかもう私今日お昼ご飯食べたのに、今日お昼時の時間だったんですよ、2時とか3時くらい、お昼ご飯食べたのにお寿司食べに来ちゃったんだよねみたいな、で5皿くらい頼んでて、ね、でも結構いっぱい頼んじゃったんだけど、もう結構お腹いっぱいなんだよねみたいな、めっちゃ言われて、どういうの、あ、そうなんですねみたいな、あ、でもお寿司は美味しいですから食べれちゃいますよこんくらいみたいな、全然余裕ですよと言って、でもなんか私のテーブルに今残ってるお寿司がないから、ちょっとおばあちゃんと話すならお寿司を頼まなければならないと思って、お寿司頼みまして食べてて、そのおばあちゃんがこう静岡旅行に行った話とか北海道旅行に行った話とかいろいろお話ししてくれて、それをずっとほのぼの聞いてたんですけどでおばあちゃんがね、エビ天食べてたんですよ、エビ天寿司めっちゃ美味しそうに見えてきて、エビ天寿司食べちゃって、そうで、もう私がそのエビ天寿司ともう一皿を追加したけど、なおおばあちゃんはまだ食べてたんですよ5皿を、で私はもう8皿目とかなわけじゃないですか、どうしようかなと思って、でも8皿で終わらないじゃないですか大体ね、くら寿司って8皿で終わるわけないじゃないですか、でもあと2皿お寿司食べるつもりもないからって言って、まあ、デザートを2つ頼んで、まあ、デザートを2つ食べてたんですよ、で私がちょうど食べ終わる頃くらいにおばあちゃん先食べ終わって、そしたらもうお買い物してきたっていうお話をねすごいしてくれたんですけど、お買い物してなんか今日はあのおばあちゃんってよくこう引き車みたいな、んていうんですか、こういうの引いてるじゃないですか、ああいうの引いてて、今日はかぼちゃと梨とみかんを買ったんだよねって言って、重たいですねみたいな、それ結構持って帰るの大変じゃないですかって言ったら、みかんくれたんですよ私に優しい世界じゃない、みかんもらいましたってだけです、ほのぼのトークでした。ハニートもできてるけどもう食べかけてるからで娘さんに怒られるんだってよく、で娘さんは心配なんですよみたいな話をしてました。で中坂のおばあちゃんと同い年かよりちょっと年下、もう一人のおばあちゃんはもうちょっと若いかもしれないけど、いや分かんない、おばあちゃんの年齢分かんないわ、おじいちゃんが80歳なの、おばあちゃん何歳だと思う知らねえよってね、ごめんなさい。ガシャポンは結局1回目で当たってめっちゃね、そのおばあちゃんも喜んでくれたんですよ。でもね今呪術廻戦らしくて、私ね呪術廻戦見たことないからね、サーヤにあげようと思います。で結局爆食しちゃったから、爆食しちゃったからまあ境のくらい行ったんですけど、俺はねダメだと思って歩きました一息、はい一息歩いたのね、一息境からとりあえず歩きたかったから矢場町の方に向かって歩いてたんですけど、境からその矢場町の中日ビルとかの通りなんですけど、その通りグランパスの選手のフラッグっていうんですか飾ってあるから、
それを見ながら一息歩きました。それだけです。でも今日私は5キロ走ったんでめっちゃ走りました。だってこの前のマラソンの半分走ってるから。はい、やばいな。待って、え、ドーナツめっちゃまだあるんだけど。え、こんなドーナツ入れたっけ私。うん、ドーナツが無限に出てくる。入んない、口の中に入んない。結構もうきつい。きつくはないか、半分くらい今でも。まだパンは半分以上あります。うん、でも分かった、もうベリーがないからだ。じゃあ出てきたドーナツです。オイベリーした方が良くなったらベリー補正します。今はまだいい。もう間もなく半分だよ。もう間もなく半分か。まだ半分か。結構ね、体感的にはうん、なんだろうな、もう完食マジか。体感的にはね。何が一番きつい？ドーナツかな。いや、食パンもきつい。食パンがきついね。1枚でよかったかも。2枚やばい、倍くる。おーおーって。これちょっとでかいな。でもさ、一口でいった方がこう何回もこの口に運ぶ動作がやっぱ疲れると思うんですよね。でもちょっと無理かな、アイドルだしね。切ります。私これ本当に今日最後の晩餐なの。私これ今日本当に最後の晩餐なの。だから今日これ食べておかないと後悔すると思う。だって最後の晩餐だ。なんで最後の晩餐、最後の晩餐って言ってるかっていうと、今日ねめっちゃ久しぶりに体重計乗ったの。そしたら過去最大級に重かったんだよね、体重が。もうやばい、もう400ml 献血目前。これはどうしようということで、今日からダイエットすることを決意しました。
の材料は食パン、チョコソース、ドーナツ、生クリーム、アイスクリーム、マシュマロ、ミックスベリー、ハチミツ、アポロ、バナナです。それな、なんか太ってる太ってる自覚ない。いいですよ別に体重くらいバレても、だって今から痩せるんで。はい、はあ、ちょっとね疲れた。ちょっと食べ疲れた。それなの、私もさ自分のどこにそんな体重がついてるのか知りたい。わかった、わかったわ。多分私最近頭良くなったから脳みそだと思うんですよ。詰まってきたんだ脳みそが。そう、頭良くなったんですよ絶対。そう、そこ以外考えられないっしょ。どこにお肉ついてるの私の。ん？ん？え？これちょっと無理だよね絶対。30分経ったの？もうあと30分しかないじゃん。絶対30分で食べきれよ。うん。どこにマジで肉ついてんだろう。顔かな。でもそんな見た目に変化ないけど。SKE 入ってから成長も含めて増え続けているので。でも私は身長が10センチ伸びてるんですよ。身長10センチ伸びてたら体重増えるの当たり前じゃん。そうそう、だからあんま気にしてないんですけど、ちょっと最近ね油断してたかなみたいな。でも今日服着て乗ったからね。そうそう、すっぽんぽんで塗ったら分かんないよ。めっちゃ軽くなってるかもしんないから。超重い服着てたかもしんないから。そうそう、多分10キロ重りとかつけてたと思う。うん、うん、多分絶対そう。マジでドーナツなければ食べれる気がする。ドーナツやばい、よくみんな食べたね。何個乗ってたか分かんないけどさ、エゴさんのハニートーストに。でもエゴさんのハニートーストはめっちゃコスパいいと思いました。私今日材料揃えて結構びっくりしたんです値段に。
マシュマロがまだいたじゃないか。ぶち切れしながらどういうこと？太らないために走ってるんで大丈夫です。寝かさがみんな限界は近いだってよかった、ジュースとかじゃなくてこれマジお茶でよかった。明日からも走るし、11月は、ね、11月の目標は走る、走らない日は腹筋するこれ私の今月の目標。うん、もう満腹でもの限界突破は生配信だしあんましない方がいいから、限界突破はしないけどまだ8分目くらいだからちょっともうちょっと頑張ってみます。はい、ほんとこれが結構マジ強敵、ドーナツが、ドーナツがいるんですよ。まだ私食パンが思ったより残っているんですよ。結構食べてるんだけどな。中坂はだって SKE に入る前は毎日腹筋300回してましたからバキバキでした。でも私腹筋めっちゃね好きじゃないの、だからもうバキバキじゃないの。あの頃はなんか反強制的にやってたからバキバキだったけど、耳落として来ればよかったかな。耳結構ね手強いですね。うん。電子も触ってないですよ。ベリーが欲しい。ここに今あるものはお茶以外が全部甘いものなんですよ。オイルベリーしたらちょっと頑張れるかもしれない。だって食欲の秋じゃん。みんな食欲あり余ってるでしょ。今犯人かけたらやばい。体重はね気にしちゃダメだよ。標準体重より超えたら気にした方がいいかもしれないけど、超えなければ気にしなくていいと思って。なんか痩せすぎも良くないけど、中坂は痩せすぎてない。むしろ危機感持って生きてるから今、うん、うん、ご飯お母さんを呼んだんですけど聞こえなかったみたいな。
みんなにお裾分けしてあげたい。うん、リアルはマジで細い。ありがとう。ちょっと配信を見ているお父さんかお母さん、私にベリーとお茶を持ってきてほしいな。おかわり。うん、みんなならあとこれくらい余裕でしょ。何パーくらい食べた？3/5くらい食べたんじゃない？あとこんだけ。1/4くらいじゃない？うん、うん、どうどう、余裕ではなかった？え、結構食べたよね。どうして急に走ろうと思ったの？だから今日あの体重計を見て引いたからです、自分に。長ちゃんの笑顔メーターが減ってる、だってスマイル。3口で食べれる？絶対嘘だよ。絶対嘘だよ。うん、無理無理無理、3口は無理だ。だってドーナツで一口でしょ、あと食パン1枚ずつとかで。身長は 159.7cm でサバ4で160って言ってます。うん、ちょっとね、なんかもうスプーンとナイフすら持てなくなっちゃったよね。ちょっと一旦お茶欲しいみたいな。40分経過やばいじゃん。ショールーム見てないね、これ多分。お母さん、ね、お茶とさベリーが欲しくて、お茶をこれ、はい、あ、開けて。結構頑張った？食いすぎ、食いすぎだって。冷たいお茶がもうないそうです。やる気だだ下がり中とか言わないで、モチベ上げさせて。魔法かけたいと思います。こういう時は魔法かけたら食べられるようになると思う。いきましょう。魔法の呪文で幸せ色に、何でもピンクに染めちゃおう。パペピペポペピペパプペポピンクのハニートースト。パペピペポペピペパプペポピンクのハニートースト。あんな色こんな色どんな色、うひょひょ、ピンクのハニートーストに会いたいな。お腹空いてきた気がする。なんかいける気がします。ちょっとリップがない、リップがないじゃない、唇に色がない。なんと、この辺を、この辺とか、これもね、やるやる自分で。これ開いてるから気をつけて。これも食べていいよ。あとね、ゴミ箱をね、中に入れてほしいな。お母さんが優しいので撤退してくれました。優しさの塊ですね。トイレが全開。はい、ということで
まあ本当に多分あと食べれて少しなんですけど、最後まで諦めずに頑張りたいと思います。とりあえずちょっとドーナツだけ本当に結構ガチでちょっとって感じなので、ドーナツ本当に宿敵だったな。4つじゃない、4つ乗せたのは結構ね賢明な判断ではなかったということで、ベリベリベリまあちょっと見てください、どっからどう見ても乗せすぎたんですけど、このベリーマジ頑張れる。まだね8分目なのでいけます。とりあえずベリー、いやベリー効果絶大だわ、めっちゃ頑張れる。もうギコギコの作業が結構ね大変なんですよ。革命起きてるわ。ちょっとベリーをいっぱい乗せたい。乗らない、うん、ごめん。みんなにすごい諭されてる。でも本当に今日赤色だったんですよ、お月様。今コメント見えてないの。バレちゃう。土曜日の公演の衣装は大丈夫ぞ。土曜日までに痩せるんで大丈夫です。そうなんだ。鉄菜じゃなくてよかったね。だって鉄菜の方がまだ衣装に余裕あるんですけどね。だって S 公演は私専用の衣装なわけじゃないですか。あの当時の私のジャストサイズで作られてるわけですよ。鉄菜はまず12人だから4着余ってるし、
意外と余裕あるんですよ。今だったらつぼみの衣装入んない、つぼみとジャック入んないと思います。汗汗柏木選手ね、皆さん知ってます？岐阜の柏木陽介選手が現役引退を発表されたんですよ。マジでびっくりした。今シーズン限りだから、マジで12日もしね出場されてってたら、結構ガチで見れるの最後かもしれないレベルだから、めっちゃ見る。そう、浦和とか日本代表とかにも選出されてる選手、されていた選手で、であれなんです、レフティーっていうんですか、左利きの選手なんですよね。まあ、そう、岐阜に来たのは2021年シーズンとかからなので3年くらいとかなんですけど、岐阜の42番です。そうだから、そうなんです。ランパスか、来年のファンクラブの案内が来ましたって。今日からじゃないですか、ファンクラブのあれ募集が、グランパスの。詳しいね。なんだっけ、てかこの前のさ、湘南戦知ってます？皆さん間の湘南対神戸、キーパーの方がね、今日発表されたんですけど、骨折しちゃったらしくて、試合中に。でもう交代カードも結構使ってたから、湘南がって言って、キャプテンの方が急遽キーパーをやってて、マジで感動しました。しかも神戸相手に1対1ですから、めちゃくちゃすごい。湘南ですね。そうで、めっちゃすごいって思ったんですけど、グランパスの次の対戦相手は湘南なので、全員ちょっと調子がいいんですよ、湘南。なんで降格争いくらい、結構 J1 のリーグの中では下の方にいるんですけど、なんでこの順位にいるのか分かんないくらい最近超調子良くて、湘南です。そうだからびっくりしました。残留争いか、ごめんなさい。インスタで、そう気づきました。田中ハイマ選手っていう、まあ、グランパスだったり、まあ、いろんなチームで多分活躍されていて、他選手と相互フォローなのもちょっと自分がびっくりしてるんですけど、このインスタのコメントしてくださって、やさってなりました。やばくないですか。マジびっくりしたんだけど。みたいな。そう、いや、現役は引退されてるんですけど、選手は、そう、松本山雅の、あの今サッカーチームとかに多分携わって活躍されてて、でもグランパスの OB としてもいろんなお仕事とかされてるので、マジでびっくりしました。それな、中村選手の引退試合めっちゃ行きたいけど、なんか全然さね、
絶対私じゃないから行くべき人が。テレビとかでやってくれないかな。私たちが中ちゃんからのいいねで喜ぶのと同じ気持ちかな。うん、ちょっと似てるかも。ちょっと似てるかも。なんだろうね、なんか私結構メンバーとかにインスタいいねされるのも喜ぶタイプなんですけど、なんかメンバーとかは結構さ、まあし合ったりしてるからさ、わかるじゃないですか、わかるじゃないですか。ね、田中ゆまさんはめちゃくちゃねいいねしてくださってるんですよ、私のインスタ。ありがたいですね。でもそのハイマスさんもあのJ リーグの OB の方、今年の OB の方に贈られる賞みたいなのを受賞されていて、すごいなって思いました。そんなすごい方からリプが来たんです。びっくりじゃない。はい。ちょっともう無理なのでパパサカに助けを呼びたいと思います。パパサカそういえば4日ルヴァン決勝行ってくるわ。だって楽しんできてください。アズアズの前髪パッツンが綺麗いいな。私もパッツンにしたい。なんか前髪をすごい切りますってマネージャーさんに自信満々に宣言してたんですよ。私前髪いけるんでみたいな、めっちゃ自信満々に宣言したんですけど、メイクさんにこういう前髪にしようと思っててみたいな、切ろうと思うんですよって言ったら、中ちゃんはその前髪は絶対にやめた方がいいと思うって言われてやめました。あ、まさかー、もうどっちでもいいです。ママ坂でもパパ坂でも。どっちか来てください。え、待って、久しぶりの方がいるじゃん。久しぶり。あ、でも中坂のショールーム聞いてる音は聞こえるんですけどね。ごちそうさまでした。どっちでもいいから食べていい。あ、ママサカが取りに来てくれました。ごちそうさまです。そう、アーニャみたいでしたね。父って呼ぶ人いるんですね。アーニャみたいですね。でも本当に結構食べたと思ってるんですけど、どう思いますか。優しいファンの人、頑張ったねって言ってくれるから優しいよね。本当に本当に優しいと思います、皆さん。よし、やばいやばいやばい、倒れちゃう。はあ、よく頑張りました私。ちょっとね、ハニータは完璧化できなかったのが心残りですけど、でも美味しかったし、ちょっとエゴさんの食べれなかったけど、たあの今日食べれてよかったなって思いました。手が甘い匂いする。あー、手が甘い匂いする。今日メイクいつもと違うんですよ、気づきました皆さん。涙袋キラキラ、アイライン長め、下に締め色の今日ピンクのアイシャドウです。
なかちゃんのサイン入りけん玉届きましただって、飾ってくださいぜひ。完食する気、完食する気持ちでしかなかったけどね。今日顔が白い、本当に丸くなった。そんな秒速でお肉ついてる私、消化良すぎでしょ。イエーイ。痩せた。でもさ、走るとマジ顔シュッとするんだよね。今年あのマラソン出たらへんの時、みんなにすごい顔がシュッとしたねって言われたんですけど、走るとやっぱ顔ってシュッとするんだなって思いました。顔がシュッとしたいですそうそう、今日走ったからゼロカロリーだよ。じゃあこの後体重計乗ってくるわ。これで減ってたらすごくない？まだでもまだそんな取り込まれてないか、栄養素として。お守りにしてください。公園でもシュッとするよ。なんかさ、 S 公園あんなにしんどいのになんで痩せないんだろう。私結構頑張ってね、あの公園って本当に多分痩せるレベルの公園なんですけど、あの公園に結構多分 S 公園休んだことないんで、私初日からずっといるんですけど、なんで痩せないんだろうねえ。いや爆食もそんなしてないからね、みんな。そうそう、言ってるほどしてないよ。うんあ、筋肉になってる？無酸素運動だからかな。有酸素運動って何ですか？ピラティスってダイエットになるもん。え、なるって言いません？ピラティスするとさ、痩せやすくなる、代謝が上がったりするからさ、そう、痩せやすくなるって聞くけどさ、体が硬いから絶対できないんだよね。もも上げはナンバーワン、着眼点がいいですね。確かに最近多分摂取カロリーめっちゃ多い、だから明日から摂取カロリーも抑えるし、消費カロリーも増やしていきたい。階段は歩いていきたいし、エスカレーターには乗らないようにしたいし、走る。ピラティスっていうのはなんか痩せるストレッチみたいな、そんな感じ。昨日ゆずさんが中ちゃんの話してた。本当に嬉しいんだけど。食欲の秋終了です。あとはもう普通のご飯しか食べません。甘いものは、甘いものは次の、そう、甘いものは11月12日まで食べないって決めたの。はい、食べません絶対に。プレゼントのこと話してくださったんですか、優しい。有酸素運動って何したらいいんですか。スタバも飲むつもりない、新作出たけど。なんで12日までなの。12日はだって岐阜に行くからスタグル食べなきゃいけないから。ランニング、中坂さん、マスクさしてさ走るんだけどさ、マスクして走るのはいいことですか。三角チョコパイのいちごも食べません。ジュースも飲まない。マスクいらない。でもマスクしてない顔面ブスすぎるのと、走ってるところ虫が多すぎて、なんか家帰ってきたら顔にめっちゃ虫ついてたんだよ。最悪じゃない。なんかもう
ここマスクして走ってたんだけど、こうやってこの辺にめっちゃ虫ついてて、もう最悪だと思って、もう家帰ってすぐ顔洗いました。中坂の代わりに食べたり飲んだりしてください。でも心肺機能を高めていくのはすごいいいことだと思います。公園とかの体力作り的にはね。ってことで、長丁場お付き合いいただきありがとうございました。8008盛り上がりらしいです。ありがとうございます。ということで終わりたいと思います。消えちゃったギフトの方が今日はたくさんあると思うんですけど、本当にごめんなさい。読みます。シルルルンさん、ブラーボーブラーボー、チアノコさん、ハートハート、ルルネコさん、ハート、フクタヌキさん、キャンディー、ルルネコさん、ハート、レオナさん、ハート、カタチャンペイさん、お疲れ、白のクマさん、キャンディー、モコモコさん、かわいい、猫耳にゃん、にゃんさん、かわいい、リボンクマさん、ハート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 、シルルルンさん、グッドゲーム、グッドゲーム、グッドゲーム、リボンクマさん、ハート、ハート、ハート、シルルルンさん、グッドゲーム、グッドゲーム、リボンクマさん、ハート、ハート、ハート、チアノコさん、ハート、ハート、リボンクマさん、かわいい、ルルネコさん、パチパチ、ぽよぽよ、ぽよぽよ猫さん、アイスクリームお疲れ、お化けさん、ハートガローさん、キャンディー、ハタゴンさん、タラノムタラの音符、バレンタイン中坂さん10周年、ハタゴンさん、タラノム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 タラの音符、お化けさん、キャンディー、自転車ラスカルさん10周年イナリン、ハタゴンさん、タラノムタラノムタラの音符、ルルネコさん10周年、ネギネギさん結婚して、自転車ラスカルさん10周年、ハトゴンさん、トラノムタラノムタラの音符シェアさん10周年、ネギネギさん、ハートハートハート、ダルマさん、キャンディー、ネギネギさん、ハート、白猫さん、ハート、お化けさん、タラの音符、ランセルラスカルさん、ハート、チアノゴさん、ハートハート、お化けさん10周年、ランセルラスカルさん、ハート、ルルネコさん、ハートハート、ストロベリーニャンコさん10周年、お化けさん、お花、ランセルラスカルさん、ハート、ヒヨコさん、ハート、ストロベリーニャンコさん、ハート、ランセルラスカルさん、ハート10周年、ヒヨコスターさん、キャンディー、猫耳さん、猫耳にゃん、にゃんさん、キャンディー、ぽよぽよ猫さん、ありがとう、ピピフピさん、たらのオム、ランセルラスカルさん、ハートハート、アシラさん、ハート、ランセルラスカルさん、ハートハート、ハートシアさん、レインボー、アシラさん、ダルマ、フクタヌキさん、レインボー、アヒルさん、ハート、ランセラスカさん、ハート、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さん、ありがとうございます。今日はギフトがめちゃくちゃ消えてるみたいです。本当にごめんなさい。多分本当にたくさん投げてくださったのはすぐ見えてたので、本当にごめんなさい、消えちゃった、ごめんなさい。ということで今日もたくさんのギフト、コメントありがとうございます。パチパチ、もう8008盛り上がりが物語ってますよね。本当にありがとうございます。なんか今日からのイベ、今日でイベントが終わったんですけど、かわいいね、今日から12期のイベントも始まったので、ココちゃんとサラちゃんが確か参加してるので、皆さんのそちらの方のご支援もぜひよかったら応援よろしくお願いします。ではランキング見ます。今日の中身73位はテケテケテケテン、パン、あ、惜しい、皆さんがいっぱい、栗のアバターのふん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 さんです。ありがとうございます、イエーイありがとうございます。パチパチ、ココちゃんって言うと誰かわかんないね。COCO ココちゃんです。南沢ちゃんですね。ということで今日の73歳の方ありがとうございます。そして惜しい皆さんもね、狙っていただきありがとうございます。パチ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 13位、間違えた、20位からだ、ごめんなさい。20位から読みます、いきます。また画面が固まってる、せーの、ルンルン猫さん、だるまさん、ふくたぬきさん、リボンクマさん、クロミーちゃんさん、ぽよぽよ猫さん、ハタゴンさん、ありがとうございます、イエーイ、ありがとうございます、ありがとうございます。13位さん、ありがとうございます。バレンタイン中坂、お誕生日もおめでとう。12位、3位、ありがとうございます、あんまん私の顔みたい。11位、3位、ありがとうございます、シャーシャー、10位、3位、ありがとうございます、ランスルラスカル、ルル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 ル、9位、さあ、ありがとうございます、 SK になってきた元気娘
8位ふんふんさんありがとうございます。ワン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 。7位ふんふんさんありがとうございます。カドちゃんペー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 。6番じゃない、6位ふんふんふんさんありがとうございます。ちゃうふん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 さんありがとうございます。もこ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 。5位ふん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 さんありがとうございます。やっほー。4位ふんさんありがとうございます。水溶性リウムブンブンサギブンブン。3位ふんさんありがとうございます。シュルルルシュルルルシュルルル。2位ふんさんありがとうございます。猫耳にゃんにゃん久しぶりにゃー。そして今日の1位はドクドクドドクドクドドク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 ドンデンさんです。イエーイ。せーの、ガロウさんありがとうございます。ガロウさんガロウさん。ということで今日もたくさんの皆さん配信を見ていただきありがとうございました。2時間という長丁場に本当にお付き合いいただきマジでありがとうございました。8314盛り上がりでした。すごい本当にありがとうございます。せっかくだからスクショしとこう。久しぶりにこんなものを作って食べたりができて、食べてるシーンも映ってなかったんですけどできたり、こう皆さんとすごい私の中では楽しい時間を共有できたのですごい良かったなと思っております。11月はですね、ちょっと落ち着いてる月ではありますので、いつもよりショールームで企画とかができたらいいなって思ってるので、よかったら、もしよかったらまた遊びに来てください。よろしくお願いします。心配しないでください。明日にはもう痩せてるんで。ということで、はい、ご心配をおかけして本当に申し訳ないですけれども、まあ、11月が終わる頃にはカリカリになってる予定なのでよろしくお願いします。それでは終わりたいと思います。今日も見てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、アメブロのチェックよろしくお願いします。体調はすこぶるいいです。終わりたいと思います。明日も夜配信で、3日も夜配信です。4日は朝配信なんですけど、3日まではとりあえず夜配信なので、よかったら見てください。終わります。せーの、まいちゃんじゃんけんぽん、あっち向いてほい。今日の合言葉はハニート最高。バイバーイ。皆さんもよかったら自分で作って食べてみてね。バイバーイ。